はい、マノチです。よろしくお願いします。栄冠やっていこうぜ。準々決勝頑張りましょう。あと2つ勝って決勝は生配信しよう。なんとかしよう。中西かな、清水かな。いや清水、中西だろ。4番だ。ここは小平 98?98 だ。もう中で100いくぞ。グランドレベル上げるの禁止でも100いく可能性があるってのがすごいよね。頑張りましょう。金本くんは今監督やってる金本さんっていいのかなぽいよね。よーし、前評判ええな。来たな、とうとう来たな。前評判ええな。準々決勝へと進んでいきます。甲子園大会準々決勝第4試合の模様をお届けいたします。一塁側東東京代表強豪青島、お願いします。広島代表名門5万来の拍手に送られて守りに散っていきました。さあ注目の準々決勝2回の裏、青島攻撃に入ります。先頭バッターは中西。いやー強そうすごい強そう。いやというか鉄人持っていっけどさ、マジで栄冠だったら何の役にも立たない能力だよね。いやまあ強いな、強い強い強い、これは強いわ。機械が大したことない感じになってくるのかな。第9みんな頑張れ。まずはヒット打ちてえな。うちもヒットが欲しいわ。おおおおお、いったんじゃない、いったんじゃない、いったんじゃないの。ナイスホームラン。噂通りだって噂されてるぜ。中西くん素晴らしい、ホームランだ。いやまあなあ、向こうの攻撃力見てもね、0点では無理。多分3失点ぐらいはすると思う。桜井くんもっと失点してもおかしくないから、もうできるだけ点取ってこう。というかうちがホームラン1本しかないんだよね。点が。黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。ここで全然ヒットが出ない。監督のメッセージが選手に伝わります。これでいこう、信じよう。ストライク、よし。今日はカウント整えての臭いところが理想だな。オッケー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 、素晴らしい。最後はキレのある変化球、青島。この回はさあ誰でもいい、清水、姫神、どっちか出ろ。7回のバーを奪って1対、よく出た。
梅上よくやったぞ。あとはうちの4番がなんとかしてくれる。ナイマッチ、ボールは中継、よし、さあ村田君続こう。ワンアウトランさあ持ち前の闘魂が力を発揮するか。ここで打て、打ちました、さあ頑張れ、巨神だ、打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが掴みました。三塁はこれで2アウト、ランナーは2塁変わりません。海老島キャプテン、ここしかないでしょうよ、もうここしかないでしょうよ。アベレージヒッター、低めボール球打った、三遊間の打球、海老島キャプテン、いつになったらその青島のキャプテンのなんか出してくれるんだい、カリスマ性を。ツーアウトツーアウトツーアウト、おお、ここで金本さんか。助言、頑張れ、来ました、サード左、二塁送球、ヘッドスライド、よし、アウトです、スリーアウトチェンジ、ノーアウト一塁、熱い、送りたいな、いや待てよ、打っていこうか、打っていこうか、熱血使っての強振ってみようか、頑張れ大内、もうエンドランのタイミングが見失った、ここで 2-2 とかなってくれたらあれだけど、いくぞ、思い切れ思い切れ攻めろ、よし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 、これは攻めの姿勢が生きたということでいいですか。バント成功すっかな、するさするさ、神がかってる、本当に神がかってた。これは向こうがウエストする可能性があるんでね、1球待って、うわーすごい、よくやった、走るぞ、水気が出てるの、まあ、まず走ろう、キャッチャー送球、二塁は青島、犠牲フライかな、いやヒット打てねえ気がするな、うわ素晴らしい、ナイバッチ、さすが攻撃の人、よし、梅上打つぞ、間違えた、出るぞ姫神、ボールが回ったファースト左抜けるか、横田取ってアウト、青島、中西くん頼む、マジマジここちょっと打ってくんねえかな、ナイマッチ、素晴らしい、ツーベースヒット、青島、なおもチャンスが続いて、
村田君も打とう。オッケー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 、入る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 、オッケー、だいぶ余裕できたな。油断せず行くぞ。本当に綾辻のサードだけはどうにかしてほしい。あと1回すごく盛り上げる、勝つぞ。よし頑張れ。来ました、セカンド左、一塁送球アウト、これでワンアウト。頑張れ。大内ボールを掴んだ。あと一つ。これでツーアウト。バッターは2年生菅野。青島、ここは何としても抑えたい場面。いやストライクゾーン入んない。バッターは7点差あるから大丈夫だから。よし、見逃す。いや、青島これでベスト4進出です。オッケー、桜井見事な関東勝利です。夏の甲子園大会準々決勝、ありがとうございました。ベスト4が決まりました。ギラギラ眩しいマイフレンズ、ほのかに香る春のフレーバー、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来つかみ取れ、ときめくときめけときめけば、青島ここ。いやーどうなることかと思ったよ本当に。だってもう結果的にこんだけ線入ったけど途中までヒット1本でしょ、中西くんのホームランの。いやよかったよかったよかった。村田くん降格だ、ほいね。小平あと一つ、頑張れ頑張れ、もうちょいだ総力100。お、姫神ミートいいね、ミート A。 お、中西くんもミート A、 もうちょいだ。あと1回勝てば決勝にはミート A で臨めるぞ。これ清水のミートが C いってるね、いいね。お、大内もミート C いった。お、梅雨季はいいね、ミート A。 いや、いい感じ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 、名門になりましたよ。やったー、超ノリノリがでかい。頼むぞ、せーのドン。前評判 B、 うーん、まあどうせ能力的にはもうほぼ A クラスな B だと思うんだけども、50勝を導入する。お褒めか、
アイテムか。3000あればまたミートバットとか買えるんだよね。まあ、パワーバットでもいいんだけど、これでかいよね。5上がるのはでかいんだよね、本当に。300なんか買える300ってなんか買えるの。ああ、スケジュールか。スケジュール1下げる方あった方がいいんじゃないか。はい、いらねえ。よし、あと1個勝つぞ。あと1個勝って決勝は生配信行こうで、早速購入した。まずお褒め、多分誰かしら必要だと思うんだよね。必要なければないでそれでいいんだけど。大内か。大内だな。1個だけ買っといてよかったね。大内使いましょう。で、ミートバット曲、これを誰に使うかだな。村田くんありだな。村田くん B にしたいよね。これさ、小平に使って1試合勝てれば小平のミートが B になるんだよね。多分わかんない、ならないかもしれない。カモで動きたくないな。村田くんミート B にしよう。よし、みんな疲れてないか、大丈夫か。満腹弁当いっぱい余ってるぞ。大丈夫だな。よし、終わろう。明日は純潔、勝つぞ。勝って決勝は生配信だ。んでは終わり、バイバイ。